アジアの庭園。ここでは、主なアジアの庭園の一覧を記述する。もともと、中国庭園の影響を受けている日本と韓国の庭園は、仏教寺院や史跡、個人住宅、近隣の公園、または都市公園、そして仏教寺院などの歴史的建造物にある。最も有名な日本庭園の一部西側世界と日本がある、日本庭園で枯れ山水。 石庭の伝統で、両安寺寺院は、その一例である。作付けし多くの場合、わびさびのシンプルさを、想起させる、様々な水路の日本庭園がある。日本の文化では、庭作りは高度な芸術であり、書道や水墨画と密接に関係している。中国庭園芸術の発展は、紀元前3000年までになることがあります。時間を遡ると、中国庭園には、数多くの印、 比喩、記号があります。古代エジプトの庭園や中東の庭園とは異なり、植物は中国では注目の的ではありませんでした。むしろ、中国庭園は人工の湖や丘、珍しい形の植物、そして石で構成された理想的な宇宙を反映していると考えられてきました。地球上の誰もが中国人がするように庭を耕しませんでした。 その中で支配者と帝国は土地、水と労働力の消費のために農業を危険に、さらしそしてしばしば国の運命に介入した贅沢も、開けしました。北京近郊の皇居は、周囲80キロメートルあり、芸術的な自然の模倣品です。そこには、最も小さな景色から最も広大な景色まで、あらゆる種類の風景が見られます。様々な地域、小川、河川、 湖、村、そして城からの植物が絵を盛り上げます。しかし、村の住民は一種の俳優でした。裁判所の元帥の指示により、彼らは皇帝のために洗練させて、漁師、船員、労働者、商人、農民、兵士などの服を着せて、それをエチケットとして、実際の人々の出現を禁じる支配者に提示された。日本の庭園は、 中国の庭園と似ています。同じ考えが彼らを支えているのは、彼らが自然をさらに忠実に模倣し、大規模な景観を小規模に再現しようとしていることだけです。日本では庭園は特定のパターンに対応する全仏教、または風水の原理に従って作られています。要素のバランスには特に注意が払われています。庭園のデザイン、イスラム庭園の伝統は、 西アジア古代ペルシャパラダイス庭園を作ることから、始まりそれは何、世紀にもわたって発展し、そして異なる文化の中で、イスラム王朝は、中央南アジア、近東、北アフリカ、そしてイベリア半島まで達するようになる。イスラム庭園があるかどうかは物議を醸していますが、イスラムの故郷、アラビア半島から、考えされたオアシスガーデンが知られていますし、コーランは、 彼らが神から背を向けダムを破壊するまで、右と左に庭を所有していたサバエ人を、こう説明しています。今や彼らの国では、苦い収穫、たまりすく、そして数少ない夏目だけが育っています。スラ三十四、十六と、今日のイエメンの都市には、都心部の家庭菜園がありますし、このことは、イスラム以前の時代にもあては、ままるはずであるが、おそらく発掘調査によってのみ、 明らかにされています。コーランは、考え水路、すら13、4と、トレリス、すら6、141がある庭園について、こう説明しています。彼、神は、あなたが穀物を育てることを可能にします。そこには本当に考える、人の印がありますと、すら16、第ビエネン、16、11とある。典型的なイスラム庭園の発展に最も大きな、 影響を与える、また、表現と政府の機能を果たすことができる、チャエール BGH のスタイルをモデルにした喜びの庭は、ササン町の王室の庭園に起因していますが、ホスローのイーワーンが637年に征服した、クテシフォンのコスラウ2世のキスラ宮殿庭園で、イブンハルドゥーンのペルシャの豪華さとペシャ建築の引き継ぎのきっかけが見えています。しかし、ディッキーにとって、いわゆる、 イスラム庭園は、ペルシャ、インド、アンダルシアで、さらに発展してきたティムール町の庭のことです。しかし、ムガールの庭園は、山の中で開発された建築様式を平野に移すにつれて、ハイブリッドな形となっていった。ラホールは、ムガル帝国の庭園都市と考えられていました。大規模な庭園に加えて、重要な庭園もイスラム教徒のバーフマニー町。 1347から1538の下で、デカンコゲンカルナータカ州に建てらました。エムコナンによると、単一のオリエント式ガーデン技術は存在せずに、これらは多くの異なる要素と伝統から構成されており、宗教的、経済的、政治的機能を備えた庭園でさえもシームレスに融合し、庭園はいくつかの目的を果たすことができていると言えます。 古典的なチャハールバーのように、水とプールや植物を含む、軸方向の構造を持つ庭園は、決してすべてのイスラム庭園に共通ではありません。オスマン帝国の庭園は、通常あまり成形式ではなく、時には荒野を模倣することさえありました。モーゲル狩猟、ジョー、モロッコとアンダルシアのアガダル、そして、イスラム世界の都市庭園は全く異なる原則に、基づいています。 しかし、イスラム世界全体が建築の伝統、水力工学の活用、そして有用で装飾的な植物のための交換ネットワークを形成しました。それは当時イスラムの庭を構成する神の創造の祭典として、庭を認識する特別な方法であったものであり、庭では景色から味と匂いを超えて楽しむことができ、そして宗教的思考だけでなく、 純粋な楽しみを果たすことができたのです。西洋のように、庭園は芸術作品として認識されていません。中近東の庭園は、ペルシャ王室庭園の他に、アッシリアとバビロニア、アケメネス町とサーサーン朝で庭園があり、これらは中東での出来事である。ギルガメシュジョジは、ウルクの庭園について研究しています。第3千年期から、 ウルの王家の墓には、ひなぎくで飾られた金の頭飾りが含まれていました。シュメール宮殿では、庭園で、ナツメヤシュとタマリスクの木が生えていました。碑文については、何人かの支配者たちは庭に残しました。これが、ティグラトピレセル一世、紀元前1115から1077年の、誇りでした。緑豊かな庭園がニムルドでは、アッシュールナチルパル二世、 883から 859BC の高貴な庭園を描いた石碑が見つかりました。解説、ロンドンの大英博物館に保管されている設計上はバビロニアのオーマルドゥクアプライディナ2世紀元前721年から710年の庭の植物を数えます。大英博物館はアッシュール・バニパル668から627 bc の記録を見つけました。アッシリアに遊園地のような印象を与えています。サルゴ2世、721から705とセンナケリブ、705から681は、これらの公園に糸杉、杉、ヤシの木、木綿などの木を含む広い狩猟場を設け、世界各地から宮殿の庭園に植物を植えようとしした。ホーリー港。 他の夏目シカン成長ザクロ及び松の木にネベから、アッシリアは木とマドンナユリで成長するブドウを示しています。浮彫り記録上では、王はしばしば赤いイルルの花を手に持っています。古代の世界の七不思議の一つと考えられている、バビロンの空中庭園が本当にあったのか、物議を醸している。紀元一世紀頃、 シケリアのディオドロスがこの庭について書いている、城の隣には、四つの広場に対して、いわゆる釣り庭が横にあり、山のように上昇し、一方の木材橋が、他の木材橋に上がり、劇場のような光景を提供しました。立ち上がるテラスの中には、庭のすべての重さを負担しなければならなかった壁の列、あり、全体が上昇するにつれて、常に、前の方の上に少し目立っていたので十分な、 深さで、その巨大な木々を運びました。根を張る必要がありますしその上、土は平らにならしてから植えられた。その大きさと他の植物の愛らしさの両方によって、来客者の感覚を楽しませていた。紀元前539年に、メソポタミアを征服した後紀元前、ペルシャ人はバビロニア人及びアッシリア人の庭の文化を引き継いだが、 考古学的証拠が古代ペルシャの庭園についても、まばらで、私たちがこれらの庭園について知っていることの、ほとんどは、ギリシャの歴史家からもたらされたものである。クセノポンはこう述べている。自分が、どの地に住んでいるのか、もしくは、向きを変えてみると、そこにには、いわゆるパルスデイソイという地球がもたらす、可能性のある捨ての美しいと良いものが完全を、なし、そして、 シーズンが許す限りほとんどの時間底に留まってしまうことを心配しています。ペルシャ帝国の創設者であるキュロス2世559から529及び紀元前ダレオス1世紀元前549から486を完成させたペルシャのパレデー沿いの目的は王宮の庭園だけでなく王宮の農園も含まれていました。 パルスデイソイの中には市民への供給を目的とした広範な果樹園がありました。クセノポンはサイラス・ザ・ヤングがそのような果樹園を自分でショて自慢していたと報告しています。パレダイソイの中には壮大な王室のゲームの囲いや狩猟公園があり、レリーフがペルセポリスからアパダナへ、エラムからエラミテイライオンが健常品として提供されたことも記録されています。 王立公園には、両長もいました。ダリウスの時代からの行政委員会は、例えば苦弱が穀物を与えられたとされています。多くのビザンチン宮殿には、コンスタンティノス旧世モノマコスにより、コンスタンチノープルの漫画が宮殿などに広大な庭園がありました。可能な限り早く漫画ナパラスとガーデンを完成させるために、成熟した木を移動させたと伝えられています。 親密なプライベートガーデンもありました。後に、オスマン帝国での植物園でも見られるように、池と流水は重要な役割を果たしました。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。